皆さんこんにちは、フリー&ノーフの徳本です。井川です。皆さん普段からね、あの農作業ではロータリーをですね、いつも使われていると思うんですが、まあ、ロータリーといえば主にサイド、すき込み、整地という3つの大きな目的があるんですが、その中で今回ですね、そのコバスのアースローターという、まあ、ここにあるこのロータリーがあるんですが、このアースローターはその中でもすき込み力が非常に普通のロータリーより優れているというポイントがあります。今日はですね、そのすき込み力を2つの補助をもとにですね、検証していきたいと思います。それではですね、コバシアースローターと一般的なロータリーの違いを説明していきたいと思います。まずは大きく2つの違いがあります。まず最初の1つはですね、ロータリーのこの爪の形状の違いですね。でこれが一般的なロータリーの爪になっています。そしてこちらがアースロータリーの実際についている爪です。こう並べてみるとですね、わかると思うんですが、まあ、こっちは大型ロータリーなんで、そもそも爪が大きいというのがあるんですが、この、見てほしいのが、ここの爪の湾曲具合ですね。この曲がりが非常に大きく、アースロータリーの周りは曲がっています。このことによって、この曲がりが大きいことによって、補助の残差をしっかりと中に突き込むができるという特徴があります。次に大きな違いはですね、爪の螺旋配列が一般的なロータリーと違ってまして、このようにですね、爪の先端と先端が隣の爪とかなりこう重なるような形になってまして、このことによって、すき込み力の、力が大きく増しているということになります。このロータリーの中の、構造がですね、このようにゴムがですね、段階的にこう貼り付けてありまして、で実際このロータリーの爪が回り始めると、ここに爪がバンバン当たるんですが、そのことによってここに土が付着しないという仕組みになっています。そのことによって、爪の摩耗を防ぐという、仕組みになっています。さらにこのエプロンカバーの外側がですね、ここ全部ステンレス製になってまして、このことによって土離れが非常に良くなっています。なので整地性がですね、このステンレスにすることによって増して、非常に綺麗にこう整地ができるという形になっています。一般のロータリーにはない大型ロータリーの2つのこの機能なんですが、この補助輪はですね、この補助輪の高さを調整することによって、ロータリーの振動を調整して安定させることができます。そしてこのサイドディスクはですね、この後ろにあるチェーンケースがあるんですが、ここを保護して、さらにこう深く進行できるような形で、前で土をこうかき出すという役割があります。最後のこの機能としてはですね、このギアケースが別個でついていて、そのやりたい作業のその回転数を調整したいときにですね、ここであのギア比をですね、意図的に変更する機能がついています。はい、それではですね、実際にこれから補助に出て、コバシアースローターの実力を検証してみたいと思います。はい、最初の補助につきました。ここはですね、去年の秋に作物を刈り取って一回耕運してですね、で春を迎えて草がかなり生えてきた圃場ですね。ここを耕運してみたいと思います。
はい、まず最初の補助を、2台のロータリーで耕してみました。まあ、ご覧の通り、かなりその残差が上に残ってる状態が違うと思います。こっちのアースローターの方はしっかり土の中に突っ込まれて、さらに表面の整地も綺麗に、されています。でこっちがまあ一般的なロータリーですが、まあ、パッと見だいたい 2,3 倍ぐらいはですね、この草が上の方に出てですね、また仕上がりも若干ちょっと粗いようにですね、感じになってますね。まあ、これぐらいの違いが出るということです。はい、ではあの2つ目の補助に来ていました。ここはですね、水田跡で去年稲刈りをした後の圃場で、まだ稲株がしっかり残ってる状態の圃場です。ここをですね、比較検証してみたいと思います。はい、二つ目の補助をそれぞれのロータリーで混してみました。ご覧のような、結果になりましたが、まあ、明らかにですね、こう違いがありますね。アースローターの方がやっぱりしっかりとこう残差が突っ込まれて、さらに稲わらもかなり崩されている、印象があります。で対して一般的なロータリーの方は稲株の形がまだそのまま残っていたりですね、残差が表層にかなり残っています。さらにかなり凸凹が生じてまして、整地もしっかりまでできていないというような違いがあるように思います。はい、というわけで今日はですね、小橋アースローターとはい、というわけで今日は小橋アースローターと一般的なロータリーの、違いを見ていただきました。まあ、本当にご覧いただいたようにですね、その吹き込み力とこの整地性というんですかね、この辺はかなりやっぱり違いがあります。なのでこの違いがこの後の作業の生産性、作業のしやすさに大きく関わりますし、我々のようにやっぱり大面積を目指している場合は、この一個一個の工程の仕上がりが大きな違いになりますので、非常に重要な、作業区になるというふうに考えています。それではまたお会いしましょう。